はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やべくですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、セブンティーンさんたちから、ファイティングヘアジということで、フューチャリング E4 時様ということでございまして、こちらのミュージックビデオの方を見ていきたいところでございます。ということで、収録ボタンをファイト。これ、どういうあれですかねという、ちょっと概要いろいろ知らないんですけれども、ちょっとめちゃめちゃすごいですよっていうふうにお話もいただいてますので、見ていただきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。レッツラーゴッツ。お、ちょっと待って、なんか始まってる？音を確認して。今、スンガン氏がいらっしゃった？これがファイティンヘアジーということで、不足すん BSS めちゃくちゃいいっすね。これやば、めっちゃかっこいい。待って、16のランゲージに対応している。ファイトしよう。いや、なんかドシンプルにメッセージを伝えてくださるという。で、あと皆さんのその、キャラクターもですけれども、そっかー、これは。イエーイ！起きなきゃ朝だよと。いやー、いいなー、なんか。朝ごはんはパス。あと10分だけ寝よう。おう！
Take a coffee でアメリカのアメリカのいいですね、このダンサーさんたちの表情というか、いろんなキャラクターがあってこう、いやーいいなー、なかなかね、やっぱりこうキャラクター重視みたいな、ちょっとネタ重視な曲ってできる方たち少ないじゃないですか、そもそもっていうところでの、このねえ、なんか独特の世界観というか、めちゃめちゃキャッチーですしね。ここアディダスにジャケットっていうところがまたこれおしゃれなんですよね。うまく抜きがあるというか。かっこいいここ。でも見ると確かにこれ不足寸株なのかな、株かなんかわからないです。経済的にはちょっとこう落ちてきてるっていうね状態なのかなっていうふうに、ここマイナスっていうふうになってますからね。最終的にはぶち上がるっていう、これもいいですよね。だからなんか東証一部みたいな、なんかそういうあれなんですかね、ここはね。めっちゃいい。僕たちはみんなのブーソックス。こんなににもファイトソングあるかな。すごいな。ブーソックスン。なるほど。ここいいですね。星くんの耐え方もいいですね。だって頑張るしかないじゃんっていうね。ここのハーモニー気持ちいいですね。ではないというね、はいはいはい、丸に、あーいいね、やっぱブランド物のパジャマですね。みんないいな。やばい、ここでヨンジさん、okay.めっちゃかっこいいっすね。やっぱ最近はちょっとこうエンタメの枠でかなりこう注目を集めてらっしゃるヨンジ先生でございますけども、やっぱりね、ショーミーザマニーからこう見ていくとやっぱりすごい方だなって思いますしね。改めてこう、あ、なんでしょう、こうアーティストとしてもうバッチリ決めた時はやっぱもう別格にかっこいいですよね。後ろが頑張れ頑張れなのめっちゃいいっすねこれね。めちゃくちゃかっこいい。ラップパートもう一回聞いていいですか。 OK。
なんでしょうね。3名様たちは結構こうネタな枠でこうやってらっしゃるじゃないですか。っていうところに4時さんどう加わるのかなみたいな。4時さんでもどっちもいけるじゃないですか。っていう中であえてこう正統派なゴリゴリのラップをかましてくるから、よりこう両者とも際立つみたいな。4時さんもそっち側行っちゃったら多分これ違うんだろうな、印象はっていう風に思いますよね。わかるようでわからない人生って嫌だよね。ABC!株価が回復していくという。終わり方もいいですね。あのドラマのラストのシーンみたいな感じでね。ヤーブーソクスン、すごーい。これは最高に元気が出ますね。最高です。素晴らしい。僕こういうの大好きなんですよね。そっか、2個目になるのか。なんかこのユニットはこのユニットでなんかやっぱりこういいなぁ、やっぱなかっこいいなっていう風に思いますし、このキャラクター性というか、今はこうご時世に必要な明るさでもありますもんね。ということで皆さんの感想もぜひぜひ下のコメント欄に書いていただけたら嬉しいございます。よろしくお願いします。今から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。